上田ただし10月24日から1941年12月8日は日本の海軍軍人。太平洋戦争壁頭の真珠湾攻撃において特殊戦行艇公表的登場員として戦死した旧軍神の一人。二階級特進により最終階級は海軍兵装長。広島県出身。上田は五人兄弟姉妹の長男であった。中学を卒業後、 クレ海兵団に入団し、水雷学校普通科、舞鶴防備隊潜水学校、水雷学校高等科を、む卒業。十科学校の高等科を卒業した、歌手館は、日本海軍の実務を担う人材であったが、上田の高等科卒業時の成績は抜群であった。定長横山正治少佐1941年12月7日午前0時42分。 新珠湾の湾口212度、七海里の地点から、丁庁、横山正春海軍中尉と共に、E16 潜水艦から出撃した。特別攻撃隊特殊潜航艇5隻の先人である。午前10時4分、上田、横山艇は、新珠湾口で、米系巡洋艦、セントルイスを来撃したが、命中はしていない。この際、上田、横山艇が発した、我歴 成功セリの無殿は母船で受信されている。セントルイスの砲撃を回避し先行したが、母船との会合地点には現れず、その後の消息は不明であった。二十一世紀に入り上田横山邸と推測される特船が真珠湾外で発見された。真珠湾特別攻撃隊指揮官は特船搭乗員四名が米海軍により埋葬され、うち一名は 上田である可能性を指摘している。墓は未発見である。1941年9月、上田は帰省を許された。上田は発熱した状態で帰省したが、故郷は豪雨に見舞われ川が氾濫した状態であった。上田は村人と共に排水、土の汚染みなどに従事。働きぶりは凄まじいものであったと伝わる。夕方に40度を超す高熱で倒れ。 翌日高熱が下がらないまま期待していった。AB、旧軍神は語らず、軍神上田正義嫁ももらわずに、ハット AB、本当の特殊戦皇艇の戦い、第三章公標的作戦の実態、ハット AB、決戦特殊戦皇艇、第二章真珠湾攻撃ハット NHK オンライン2011年9月10日、閲覧。ありがとうございます。